皆様こんにちは、ピアニストの向川圭吾です。この8月に全国5都市を回るリサイタルツアーを開催させていただくわけですが、これは僕にとっては、正式にリサイタルツアーと銘打ってするのは初めてのことで、全5都市、福島、東京、長野、愛知、大阪と回るわけですが、今からとても楽しみにしています。演奏するプログラムはですね、まず前半はじめにバッハのパルティータ第1番で始めて、それから続いてベートーベンの有名なテンペストのソナタを演奏します。時々ドイツの偉大な3人の作曲家を指してドイツ三大 B なんて言ったりしますけれど、そのうちの2人の B を前半では取り上げます。そして休憩を挟んで、後半はまず最初に、僕が憧れてやまない幻想ポロネーズ、ショパンの晩年の幻想ポロネーズを演奏し、それからフォーレのこれまた晩年のノクターン第13番を演奏します。このノクターン13番はフォーレのピアノソロ曲としては最後の作品になりますね。それで最後にプロコフィエフの、こちらは比較的というか、かなり若い時期のピアノソナタ第2番を演奏して締めくくるという内容です。後半というのはその作曲家が、若い時に書いた作品であれ、晩年に書いた作品であれ、どこか死というものを非常にこう近くに感じさせる作品を集めた内容となっていて、実際皆様が聞かれてどのような印象を感じていただけるのか、また僕自身も弾いてどのような印象を感じるのかまだ分かりませんが、実際会場に来て、そんなことを考えに来ていただけたらなと思っております。それでは会場にてお待ちしております。